ルーパー、ルーパーはダイアン・ジョンソン監督による2012年のアメリカ合衆国の SF 映画。出演はジョゼフ・ゴードン・レビット、ブルース・ウィリス、エミリー・ブラント。舞台は2044年のカンザス州。ジョーは未来の犯罪組織の依頼で過去にタイムトラベルしてくる、標的を処理する、殺し屋、通称、ルーパーだ。しかしある依頼で処理することになったのは、 30年後の未来からやってきた自分自身だった。未来の自分を殺せずに取り逃がしてしまったジョーは彼が標的にしている相手が30年後に未来の犯罪王、レインメーカーとなる幼い子供であることを知る。カッコ内は日本語吹き替え2012年のワンダーコンのプロモーションで話すライアン・ジョンソンとジョゼフ・ゴードン・レビィット。ルーパー、ルーパーはライアン・ジョンソンが脚本を執筆し、 監督している。ジョンソンは2008年にブラザーズ・ブルームを公開した後、2009年にルーパー、ルーパーの制作を開始することを目標とし、それまで共同していたプロデューサーのラムバーグマンと再提携した。2010年5月、プレミアム・ラッシュが撮影完了した後に加わるという前提で、ジョセフ・ゴードン・レビットがキャスティングされた。同月末、ブルース・ウィリスもキャスティングされた。 さらに10月、エミリー・ブラントも加わった。撮影は2011年1月より、ルイジアナ州で始まり、4月には、上海で行われた。プライマーの監督であるシェーン・カルースが、タイムトラベルシーンの特殊効果を作成する際に、関与している。ジョセフ・ゴードン・デビットはその役どころのため、辻和弘による特殊メイクを施されている。 アメリカ合衆国では2012年9月28日に公開。映画の制作会社であるエンドゲームエンターテインメントは2011年5月のカンヌ国際映画祭でフィルムディストリクトと交渉しトライスターピクチャーズを通じてアメリカ合衆国で公開される。中国での公開時にはペーシングを理由により本来カットされたいくつかの上海の数シーンが追加される。 この働きは中国の観客にさらにアピールするために中国の制作会社である DMG エンターテイメントによって要求された。2012年9月6日に第37回トロント国際映画祭の柄プレゼンテーションに選ばれオープニング作品として上映された。ロッテントマトズでは239件の批評家レビューで支持率は94%。 平均点は8.1、10となった。メタクレティックでは44媒体のレビューで、過重平均値を84,100とした。本作は様々な批評家、媒体による2012年のトップ10作品に入った。ありがとうございます。